さあ皆さん、動物園で大人気の動物って言ったら、そう、ゾウだよね。本当はワオキツネザルが大人気になってほしいんですけど。で、日本に住んでると、こういう童謡を小さい頃から歌ってみんな育ったんじゃない？ゾウさん、ゾウさん、お鼻が長いのね。お母さんも長いのよ。身近なゾウさんのことを本日は紹介していきたいと思います。さあ、まずさっき歌ったゾウさんの歌、これ大きな間違いがあるの皆さん知ってました？これこのこれね、お鼻が長いのよ。あれ厳密に言うと鼻じゃありません。知ってた？あれ鼻でしょって思うよ。まあ鼻であることは確かなんですけど、正確に言うと上唇が伸びて一緒に鼻も伸びたっていうことだね。でも確かにこうゾウさんがこうあーってこの上唇を上げた時に、人間みたいにこう上唇が独立してないんだよね。そう、あれは上唇が伸びて鼻も一緒に伸びちゃった。このゾウの、まあもうここでは分かりやすく鼻と言いますが、ゾウの鼻には骨がないんです。骨がないのになんであんな丈夫で力持ちなのって疑問に思いますよね。ゾウのこの鼻というのは、人間でいうとこの、舌とかタコの手足のようなもので、これを筋肉横骨格と呼びます。つまり筋組織でできた器官だね。この鼻全部が筋肉でできてるという。例えば私たち人間が約650の筋組織でできているのに対して、ゾウは鼻だけで4万の筋組織でできてるわけ。すげえ。数百キロのものを持ち上げる剛力と、そしてポテトチップスを割らずに持てるこの繊細さの両方を有しているゾウの筋肉横骨格は、ロボットアームの研究でも役立ってるそうだ。そしてやっぱりゾウはね、鼻もいいんですね。嗅覚の良さはですね、嗅覚受容体遺伝子の数で測ることができるわけ。難しいね。これどういうことかというと、例えば鼻のいい動物って他に何がいる？そう、ワンちゃんだよね。で、ワンちゃんの中で一番鼻がいいのはグレーハウンドという犬種になります。このグレーハウンドの嗅覚受容体遺伝子は800個なんですけども、ゾウはなんと2000個。すげえ、倍以上ね。だからものすごい鼻がいい。ちなみに人と比べると5倍嗅覚が鋭いわけです。このゾウの素晴らしい嗅覚、なんとアフリカのアンゴラで地雷を避けて歩いたという報告があるんです。つまり地面の中の火薬の匂いを嗅ぎ分けることができる嗅覚を持ってるということ。これはワオだね。でもこのゾウは昔から上唇がなかったわけじゃありません。ゾウの先祖は5700万年前に地球に現れたと言われています。もともとゾウの先祖は暖かい湿地に住んでいたんですね。なので水場もいっぱいある場所だったんですけど、これが地球が乾燥して乾燥した平地に住まなきゃいけなくなったんですね。なので水辺を探し回って水を飲むときにこうやって上唇をねこうやって使って飲むようになって、それがだん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 長くなるっていう適応をしたわけ。そうやって環境に適応したゾウの仲間は、まあ、化石でいうと170個見つかってるので、かなり多様性に満ちた進化をしたわけです。しかし現在のゾウはたった3種類しかいません。これはとっても危険な傾向です。多様性がなくなって種類が減ってしまった種の生き物っていうのは、環境が変わるとその環境に適応できずに絶滅してしまう可能性が上がるからなんです。多様性とは種類が多いという意味なんです。単に数が多いという意味ではないんですね。いろんな種類の、まあここではいろんな種類の遺伝子を持っている個体というふうに言いましょうね。いろんな遺伝子を持っていると、例えば寒さに強いとか暑さに強いとか、いろんな個性を持った個体が出てくるわけ。もし環境が変わってもその環境に適した遺伝子を持っている個体が種として絶滅を免れる可能性が高いわけです。そして他の個体が絶滅しても新しい環境に適応した個体が繁栄するかもしれない。それが3種までゾウが減ってしまったことを考えると、かなり適応が難しくなってきて絶滅の可能性が高いと言えるわけだね。次回はゾウの絶滅の危機についてお話ししていきましょう。なんと日本がゾウを殺してしまっているかもしれないんです。我々は無関係ではないというお話、しっかりと伝えたいと思います。それではまたね。バイバイ。